私たちはアミンチュを応援しています。見たよ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 、かいつぶり。来たよ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 、僕の街。六時四十分だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。明けましておめでとうございます。知ったかぶりかいつぶりニュース、今年もよろしくお願いします。緊急企画、お年寄りを詐欺から守れ、安のおっさん詐欺用人やんや。ビバビバばあさんじゃ。安のおっさん、特殊詐欺の被害を防ぐため方々にあんぎゃを頼むぞ。シャシャあ、これ今何月で、今12月12月。はい、あれ大津やな、くたずらだよ。まだ向こうはまだあったかいんですけどね。あのここはもうすごい後ろに白いもん見えるけど、これ何、クリスマスの、またやっちゃいます。リアルな雪です。雪、おこびえすると思った。めっちゃ寒いです。今日はですね、滋賀県の本間の北の方の余呉町の中野河内というところに来てます。余呉町の中野河内、いやー、余呉町の皆さん来たで、余呉さんすか。はい、今日はですね、中野河内の皆さんに特殊詐欺の啓発を、はい、移動販売者の方と一緒にさせてもらおうかなと。なるほど、はい、思ってますので。移動販売者さんね、みんな買い物来るとこで、はい、それはぜひぜひな、この年末出やせなあかんけども、わしもおこうで口動かない方ごめんやで。あ、わかりました。僕もちょっと凍りそうなんですけど。それでは、長浜市余呉町での詐欺用心行脚スタートじゃ。あら、買い物、今から移動販売車買い物。あら、一緒一緒に行こう。よいしょ。あら、どんなもん買いに行くの。食料品。あ、食料品、うん、ほんま、美味しいもんありそうやな。いつもあるでな。ああ、安のおっさん、羽毛あっても寒いわ。雪があるからね。ああ、やっぱそらええな、お母さん。わしも長靴できたらよかったわ。どっかから来るんですか、しょうがないわな。ああ、ここは雪国や。すごいわ。滋賀県の北海道。滋賀県の北海道。キャッチコピーやな。雪かきとか、お母さん大変ですか。そうですね。こんなあそこの久しぶりでドーンとたまんねん。雪がな、今度タックルが手伝いに行くわ。あ、もう全然全然。ほんまか。ほんまに来てや。ほんまに来て言われてるからな。お約束やね。ここら辺ってなんか屋根に。ごまかしてごまかして。なんか屋根に雪が溶けるようになんかヒーターが入ってるって聞いたことあるんですけど。ヒーターが入ってんの、すごい雪やな。ちょっとヒーターは。余呉町は日本でも屈指の雪深い地域で、日本最南端の特別豪雪地帯に指定されておるんじゃ。お買い物に出るのも一苦労じゃのう。そこで地域の皆さんをサポートすべく走っているのが、こちらの移動コンビニ、カエル号なんじゃ。詐欺用人、こんにちは。こんにちは。アイスバーンで転んでバーン開いて、これ移動販売コンビニ開いた。すごい。いやー、整理整頓がすごいよ。何でも売ってますよ。あ、お姉さんが開けてくれるお店の方。はい。あら、買い物をね、なかなか行けないということで、これで移動販売車が、移動販売車に擁護してあげてるんです。そうそうそう、擁護だけ。ごめん、話残しちゃってごめん。いえいえ、まあ、そういう来てもらって、うん、で、そういう地域貢献って言ったらいいんですかね、平野さん。
カエル号の運転と販売を一人でこなす平野さんは大忙し。大変やな、ごめんな、忙しい時。無視したわけじゃない。まあそういうところで来てもらって、こういうところにおじいちゃんおばあちゃんのためにこう買い物をしやすくするで来てもらってると。なるほどな。どこのお店から来てくれた？ヨゴの、ヨゴの地域づくり線。平野さん今いそ、接客しか分からなくなるし、今忙しいから、うん、お買い物にやってきた皆さんにチラシを渡して詐欺用人の PR じゃ。それにしてもカエル号大人気じゃの。皆さん楽しそうじゃ。これバナナ買ってはるからな。これもう一個欲しいとかして。ええな、これこんな来てくれたら近くにな。もう来てるやつやな。大変やな。はい。ハムスツツ。はい。あ、はい。ここの人しかもう使えんじゃない、ここ用意してもらったんや。ほんまに。フライ食べんの、フライ。な、昆布か。皆さんと一緒に町内を詐欺用心あんぎゃ。ほっほっほ、拍子木がよく響くの。安のおっさん詐欺用心あんぎゃ、次回に続くぞい。当たり前が眩しいな、いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。大津市中央丸屋町商店街の中に平井商店はある。店ののれんをくぐると奥には仕込み蔵が広がっている。いただいたありがとうメッセージ。江戸時代から続く老舗の酒屋で、大津百町百福物語にも認定されている美味しいお酒を作られています。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。そうやって一人でもそういうふうに思っていただけるっていうのは本当にありがたいことだなと思います。平井商店の創業は1658年、350年余り続く老舗の酒蔵。皇族が読んだ和歌から命名された朝塩は酒蔵を代表する銘柄でファンも多い。京都から来てるんで、家族で気に入ってまして、平井商店では家族のような小さなチームでの酒造りを目指している。17代目の社長の後を継ぐのは娘のひろこさん。社長から直々に指導を受けて酒造りを学び、杜氏として修行をしている。まだ習うことがたくさんあります、はい、そうそうそう、うん、ですか、うん、味的にもたまたまなんですが、私の娘とは好みのお酒の味が近かったんですけども、だからもう私も娘にも任せてしまって、今はもう娘がどういう酒を作るかというのを決めてやっております。平井商店は受け継いできた味を守るだけでなく、新たな商品にも挑戦している。それがこの K
健飲。今年初めての新商品なんですけども、本当にこう新酒の本当に絞りたてでペットボトルの中では発酵する状態で詰めてるんです。でも開けた時に皆さんにシュワシュワっとしたお酒を召し上がっていただけることができます。平井商店では一人一人の杜氏が責任を持って酒と向き合う。私も昔蔵の杜氏さんに言われてたんですけども、蔵の杜氏は毎年が1年生やと。だから毎年新しいことを求めますし、いろんなことに注意して酒造りをせないかと。結婚する前はもう彼氏に尽くすような感じでお酒作ってましたし、今はもう子供と同じような感じの気持ちで接せられるっていうんですかね。350年の誇りと新たな挑戦、平井商店、会ってくれてありがとう。滋賀県民の皆さん、お年寄りが特殊詐欺に巻き込まれておるぞ。特殊詐欺発中。詐欺用心、電話一本詐欺の音。もしもの備え。大雨で川が氾濫したようじゃ。みんなで避難するよ。避難場所は覚えておるな。小学校。忘れてたプリン。防災袋の準備はできておるか。完璧やで。備えあれば嬉しなき。それを言うなら憂いなしじゃ。あら、お金がないぞ。代引きで借りちゃった。チョコやクラッカーの保存食は。僕たち食べちゃった。バレた。あ、このお水賞味期限切れだ。ラジオで被害状況を調べておくれ。あ、ラジオと間違っておじや入れてた。みんなどうなるの。そんな夢を見ていたの。いい機会だし、家族できちんと話し合って災害に備えよう。はーい。今日のエンディングはこちら。長浜ちりめん、長浜ちりめん、焼きそばそうめん、長浜ちりめん、ボンバイデン、姿に温泉、ボンバイデン、駅長焼きせん、Yes この県、サメスカイナイスカイ、それマイバラ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てね。